木村短歌は、日本の教育者。公立小学校の教員を務めた後、大正時代の横浜にて、困窮児童の教育のため死費を投じ、学校を設立した。名前については、石文の説明文などでは広しかの表記も見られる。呼び方については、単野とする説もある。1853年11月10日、仙台藩市、木村京保の子として生まれる。 陽明を草太郎と言い,い、旧暦10月10日に生まれたことにちなむという、漢学を学んだ後上京し、ドイツ語や鉱山学などを学んだ。1878年、神奈川県の教員となる。1899年2月には、ほど谷小学校に赴任し、11年間にわたり、名物教師として務めた。横浜市の財政事情により、児童数増加に、 学校の増設が追いつかない状況下では、午前、午後、昼、夜の二部制の提言もしている。当時の横浜は都市化が進行し、公安や工場の労働者が各地から移り住んだ。木村が校長に就任した片平小学校の学区にあたる浅間町やその周辺にも、埋め立て事業に携わる日雇い労働者が暮らす長屋が多くあり、百軒長屋とも呼ばれていた。 1914年、第一次世界大戦が始まると物価が上昇し、労働者の生活は一層苦しくなった。木村は、生活困窮者の救済こそ教育者が率先して、行うべきことであると考え、恩給の権利取得を2ヶ月後に控えた1914年4月に、周囲の説得を押し切って退職。その退職金を投じて、浅間町和座大神殿に12畳半の小さな、 寺小屋を始めた。この寺小屋は、資金面、設備面で十分なものではなかったが、木村の友人が、横浜貿易新報に求情を訴えた、ことにより寄付金が集まり、1917年に、正式な認可を得て、隣特人上昇学校を開校した。場所は百軒長屋に隣接した浅間町麻雀島。木造平屋建てで四つの教室があり、木村校長の他教員二名。 児童は60名が在籍した。児童は月謝免除で教科書の対応があり、校長自身が不修学児童の家庭を訪ね歩き、説得したことにより、児童数は増加した。児童数は1918年に132人、1919年に193人、1920年に226人まで増加し、それまでの校舎では収まりきらなくなったため、 鈴木彦太郎からの寄付金と磯子小学校の改築で生じたフル材で増築。教員の増員と高等化の新設も行われた。教育内容は読み、書き、そろばんに重点が置かれたほか、家庭の事情に応じて授業時間の一部を内職に充て、家計の助けとした。これには社会実習の観点もあった。木村は校長としてだけでなく、 現在の民生委員のような役割も果たしていた。児童一人数とに対しては優しかったが、教師としては厳格であった。生涯独身で通し、酒も飲まず、わずかな収入は、学用品に変え、児童たちに分け与えた。菓子を食べながら児童たちと談笑することを一番の楽しみとしていた。木村先生母1923年9月1日。校長として、 新学期の始業式を終え、学校の敷地内の自宅に戻った木村を、関東大震災が襲った。校舎は無事であったが、木村の自宅は倒壊。急を聞いて駆けつけた人々は屋根を剥がし、椅子に腰掛けていた木村を見つけたが、胸を強打したためか、穏やかな表情で息絶えていた。墓所は、ほどがやく霞台の大仙寺。なお大仙寺境内には、木村の墓所のほか、 木村先生聖徳碑が建てられている。木村の亡き後、学校は応急補修され、和田雄二郎校長の下で授業を再開した。しばらくは地域と密着して運営されたが、昭和に入ると、市や県も社会事業に取り組むようになり、1935年に、隣徳小学校は宮谷小学校の分教場となった。1941年、 文教場は廃止され、隣徳小学校はその役割を終えた。木村博史か、先生終焉地の石文1925年、卒業生や有志により隣徳小学校の校庭に記念碑が建てられた。戦時中の共生疎開で移された後、1969年より浅間車古前公園に移転された。現在でも大切に手入れされ、花が備えられている。 この石踏みは2015年11月13日に横浜市登録地域文化財に登録された。草は会所の変貌において十字を二つ並べた形に変形されるので、これに10月10日をかけたものと思われる。ありがとうございます。